はい、皆さんおはようございます。それでは今日もね、心理テストやっちゃいましょうか。いきます。ヘビはナメクジが苦手。ナメクジはカエルが苦手。カエルはヘビが苦手。この3匹が雨の日にばったり会いました。睨み合った3匹が大喧嘩を始めたら、最後に勝ち残るのはどれ？直感でいきたいと思います。僕は、まあ、でも蛇がね、やっぱ一番大きいですからね。なんだかんだ蛇がやっぱの勝ちそうな感じですけどね。ナメクジはなんか、どうなんだろうな。カエルにすぐ食べられそうですけど。それとも蛇が先にカエルを食べるのが早いのかな。ちょっとわかんないですね。ナメクジはとりあえず、そうですね。はい。なんかすぐやられちゃいそうな。カエルはでもなんかすぐ食べそうなんだよな。でもじゃねえわ。だからまあ、ヘビでいきたいと思います。答えは、またいつものように、僕のオフィシャルブログの方を覗いてみてください。それでは、またねー。